今朝、大船渡市で自宅近くの畑に出かけた72歳の女性が熊に襲われ顔に怪我をしました。付近では熊の目撃情報が多くなっていて、市が注意を呼びかけています。今日午前9時半過ぎ、大船渡市彦呂市町で自宅付近の畑に出かけた無職大見陽子さんが熊に襲われたと家族から消防に通報がありました。8時ぐらいでね、たまって上がっていったっけって、で上がっていって、まもなくこれ下がってきたらしいんだね。警察によりますと、女性は顔に怪我をしましたが、ドクターヘリで病院に運ばれた際、会話はできたということです。家族には親子の熊に襲われたと話しています。現場は民家が点在する農村地帯で、市によりますと、彦呂市町では先月、熊の目撃情報が4件寄せられていて、例年より多くなっています。昨日まで子連れの熊がいたよって言ってました。気づくねばね、でも。大船渡市では付近をパトロールするなど注意を呼びかけています。大船渡市によりますと、熊の目撃情報は4月以降昨日までに24件で、特にこの1週間で急増しているということです。例年6月から7月にかけて目撃情報が増えていきますので、山に入る際はしっかりと対策をするなど気をつけるようにしてください。